長野わさびって言います。陽介です。よろしくお願いします。今日は陽介さんから美味しいお通しの作り方を学べるということでやってきました。はい、じゃあ一緒に作りましょう。お願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。始めましょう。始めます。はい、じゃあ今日は2品、はい、2品、はい、作りたいと思います。はい、はい、じゃあまず最初に、はい、生ハム。あ、生ハム。生ハムの、はい、よだれ、よだれ鶏、よだれ鶏生ハム。めちゃめちゃ美味しそうですね。じゃあまず、はい、チーズを、はい、チーズを半分に。あ、ありがとうございます。はい、このチーズと生ハムを焼いてチーズの方切っていきたいと思います。はい、こんな感じで真ん中で切りたいと思います。こんな感じですね。はい、そして大丈夫です。そう、チーズと生ハムももともと美味しいので、もう一緒に食べたら絶対美味しいですよねそしたら生ハムを、生ハムを、はい、1枚、1枚、はい、ここに置いたらいいですか。はい、そしたら生チーズを置いて、はい、置いて巻く。あ、巻く、うん、了解しました。で、このお皿に並べていく。綺麗に、うん、ありがとうございます。こんな感じで、いいですね。私こういう作業めっちゃ好きです、うん、簡単なおつまみ、簡単にもできて、うん、もうどうしよう、お酒なんかにも絶対合いますよね、うん、手際よくここは上手です。あ、本当ですか、はい、ありがとうございますあと2個ですね。はい、巻きたいと思います。はい、これで完了です。はい、そしたら今度はタレを、タレを、はい、そこへまず醤油、まずお醤油、はい、醤油入れます。はい、今度お酢、お酢、はい、お酢入れます。で、ラー油、ラー油、はい、ピリ辛で美味しそうですね。でネギ、ネギ、はい、ありがとうございます。これは全部入れていいですか。うん、全部入れちゃって大丈夫。はい、結構いっぱい入れますね。うん、ネギたっぷりで、ネギたっぷりで、はい、美味しそうです。それを混ぜてもらって、はい、もうこれだけでご飯いけます、うん、私、ね、お酒にも、お酒にも合いますよね。うん、ちょっとラー油が入ってるからピリ辛、ピリ辛で、うん、絶対進みますね。うん、そしたらそれをその上に、その上に、うん、ネギも一緒に、ネギも一緒に、はい、じゃあこんな感じですか。大丈夫。あー、美味しそう、これはい、大丈夫です。こんな感じで、はい、大丈夫ですか。で、最後に唐辛子ですね。刻み唐辛子ですね。うん、これをまた縦に、縦に、うん、こんな感じで、はい、これで1品目、1品目完成です。はい、よだれ生ハム、よだれ生ハム、はい、完成しました。はい、完成です。最初のお通しです。そしたら今度はトマトを使った、はい、トマト、あ、はい、めちゃめちゃ赤くていいトマトですね。はい、めちゃめちゃ冷えた真っ赤な赤いトマトになります。これめちゃめちゃ食べ頃ですよね。そう、あの季節、美味しそうです。うん、このままでも全然かぶってますね。そしたら今度これをスライス、はい、スライス、うん、ヘタをまず、あ、切れました。これで今度ずっとこう、もうずっと薄くスライスで切りました。
滑る。滑っちゃいますね。切れた。あ、切れました。頑張った。そしたらここで。こちらで。はい。こちらもさっきみたいに綺麗に並べた。でよろしいですか。はい、大丈夫です。そしたらまた今度タレを作っていきます。めんつゆ、めんつゆを入れます。はい、ごま油。ごま油、はい。ごま油入れたいと思います。これはお水。あ、お水ですか。じゃあお水を少々入れます。そしたら今度また混ぜて。これで完成ですか。うん、それをまたさっきみたいに。さっきみたいに。すごい、お水を入れるっていうのは初めてですね。めんつゆが濃い。あ、めんつゆが。はい、あ、なるほど。はい、生のいい香りがしますね。はい、ではこちらで。ら最後に。あ、最後に。天かす。あ、天かす。天かすをさっきみたいにこう立てる。パラッと。感じで大丈夫ですか。彩りで。青のり。青のりを。はい。はい、こちらで。はい。完成です。こちらで二品目のお通しが完成しました。こちらどういった料理名ですか。これは普通にあのおつまみスライストマト。おつまみスライストマトです。はい、はい。こちらがおつまみスライストマトと。こちらが、よだれ生ハムです、はい、でもここのお店って居酒屋なんですけど定食を夜遅くまで出してくれるみたいなんです。お願いします。はい、お待たせしました。ありがとうございます。もつ煮定食。もつ煮定食、はい、美味しそう。でもご飯もお味噌汁もとってもほかほかです。これは何のもつですか。これはね、うちは馬もつ。馬もつですか、はい、じゃあもう馬のもつで、はい、ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。召し上がれ。じゃあもつからいただきます。うん、めちゃめちゃ味が染みてます。まあ、もつなのに結構さっぱりしてますね。うん、意外に馬もつの方が油も少ない、うん、けどあんまり硬くならない、うん、すごく柔らかいです。じゃあ味噌汁もいただきます。はい、あ、めちゃめちゃあったかいです。もう夜遅くまで飲んできた人たちがここに来てもう味噌汁とか飲んだらまたリフレッシュできますよね。そうだね、うん、結構夜もうね、ご飯食べたい、うん、お客さんがいるから、うん、お腹とかお腹空いちゃいますね。確かにめちゃめちゃ嬉しいと思います。もつもとても柔らかいし、ご飯も味噌汁も全部あったかくて心もすごい温かくなりますね。ありがとうございます。ここの商店街で今飲んで最後にここに来ても一緒に温かいご飯を食べるって幸せですね。なんかいっぱいになって帰って、ね、すぐ寝れるかな。もう安眠できると思います。皆さんもここの商店街練り歩きながら最後にここの定食で締めで食べてみてはいかがでしょうか。めちゃめちゃ美味しくておすすめです。ぜひお願いします。美味しいですよね。いつも食べてます。